あのあの、はい、めちゃくちゃボンになるじゃないですかもう最近超感動した話聞いてもらっていい？感動した話、もう超感動した、もうへーって、ああもうたまらん、こんなことがあるんかと、はい、あの僕の会社にねアルバイトの男の子がいるんですけれども、はい、20歳、おお、朝8時出勤なんですよ、はい、彼がね8時になっても来なかったんですね。ああ、はい、社員の僕と、はい、もう一人の社員の同僚、彼がこのこういう遅刻だとかそういうのを管理してる人間で、はい、8時15分ぐらいにすみません今起きましたと LINE が来て、うん、で彼この1月に入って遅刻するの5回目ぐらいで、おおでもうその僕の同僚も、ああもうこいつ本当にどうしようかなみたいな、もうまあいいや、じゃあこの早番、8時出勤の早番はいいから、うん、午後の出勤の遅番で出勤してきて、うん、はい、わかりました、すみませんでした、うん、LINE が返ってきて、午後の出勤12時ですよ、はい、12時15分になっても来ないですよこれも彼にね12時15分にね笑いのスタンプだけ送ってねニコニコってしてるスタンプだけ送って感動してね、1日に2回遅刻するやつがいるんだと思って、あすごくない？1日に2回遅刻するってなかなかできないんだよ、よく考えて。普通はすいません今起きました、じゃあ急いでゆっくり気をつけておいでね、はい、で1回目の遅刻で終わるはずだわけ、うん、でも僕の同僚がお情けをかけてね午後の出勤でいいよって言ったわけだ4時間後ね、そう朝8時出勤の12時でいいよと、うん、そこのお情けがあることによって彼は2回遅刻するという偉業を、1日に2回遅刻するという偉業を達成することができたわけだね、言われた方も、うん、いややばい、8時15分に起きて遅刻してしまった、12時でいいって言われたけど、もうとりあえずもういつでも行けるように準備して早めに向かうとか、うん、そういう思考じゃなくて、あ、すいませんでした、あと3時間寝れるって、なってくさあーすごい、それはすごい、あっぱれだ、すごいよね、もうな、考えたこともない角度がエグすぎて、もう感動して俺2回遅刻はすごいっすね。そうかで、俺が笑いの、はい、このスタンプを送って、はい、その10分後にごめんなさい、マジで俺もう終わってますってその後に偉業達成だなってちゃんと言ってるな、ちゃんと言ってる、異業だよね、1日に2回は、あー最高だな、違う現場で2回遅刻するとかじゃなくて同じ、そう同じ、そうレストランですよね、これすごいな、同じ職場のその域のシフトにすごい、もうこれあんまやったことある人いないんじゃない、いないんじゃないかな、どうまあ僕多いっすけど、うん、あるかな、いや、ないと思う。それはやっぱ一発目で怒られて終わりだから、うん、よく聞くのは、だからもう一回遅刻してそっからもう連絡もなくその日来なかったみたいな、もうその一日すっぽかしたその一ミスで終わってしまうは分かるけど、その二ミスはすごいと思う、すごいよね、しかも彼、前科がいっぱいあるんだよ1ヶ月の、1月の1ヶ月の間にだよ、その今、1月17日ですもんね、今そうめちゃくちゃ早いでしょ2日に1回2日に1回のペースで
すごいでしょ。すごいね。なんか憎めないな。もう会社ついたら顔面相を浴びるわけ。それそうだろ。それそうだろ。平山にしかできない。怒る側もなんと怒ればいいかわからない。もう一人はもうこいつ本当にどうしようかなってめちゃくちゃ悩んでて、いや彼はもうね仕事忙しくてやっぱ大変なのかもしれないよって言って、うち今会社人がいないからやることが多くてもう疲れてるのかもしれない、いやあいつがこの仕事やるこの仕事やるこの仕事やるその日出勤しますって言って全部自分でやってることだから、うん、情けがかけれないんだよって逃げ道がないなってなってもうめちゃくちゃ本当は叱ろうとしてたみたいなんだけど顔面蒼白の彼が事務所に入ってきた瞬間に俺が笑ってしまった笑ってもうなんでよなんで俺こんなことなかなかまあ見れないしこんな面白いの見れないと思うよもう怒るとかでもないかもしれないですねもうもうその怒ろうとした同僚ももう本当にお願いしますねもう気をつけて本当に怒るに怒れないっていうねはいすいませんでしたいやそりゃそうよ平謝りよ本当に最近何で感動もうこんな感動味わえないですか。僕最近初めの一歩見て感動したぐらいですか。誰戦？最新刊？いや昔のやつです。昔の。2回感動したんですけど、一歩と伊達戦で感動して、うん、でその後のあのチャンピオンになった仙道と、はいはい、一歩の再戦で鳥肌立って感動して、それしかない。羨ましいです。職場で、うん、リアルでその感動を味わえるって仙道と伊達が霞むわいやそれぐらいですに比べたら仙道と伊達が霞むわ名前言うないやもう大事に育ててあげてください彼をいやとてもいい子なんだよいつも遅刻するなって見てちゃんと落ち込んで、はい、いつもちゃんと落ち込んでるんだよただ反省はしてないんだろうな僕あの落ち込んでる人には僕言わないのよ、はい、落ち込んでて自分で反省してるのを分かってるんだねって他の人にいちいち他の人がいちいち追い打ちかける、うんうん、こともないなっていう、うん風に思ってるから落ち込んでる人にいちいち言わなくても、うん、行った方がいいんかなってこの子はもしかしたらもっと落ち込ませた方がいいのうん、それも一度やってみたいと思います多分また明日明後日くらいですから2日1回のペースなんでこいつ本当は2回目の遅刻どっかで献血してきてきたんじゃないかっていう俺ほんと理由は献血なんじゃないかっていうぐらい顔面蒼白ちょっと見たからすいませんでしたいやさあ皆さんの中にもこういった遅刻癖のある方はいるでしょうか何かありましたら、ぜひエピソードを添えてコメントお待ちしておりますお願いしますそれではまた次回お会いしましょうさよならいや撮ってないでしょいや待ってご飯撮ってる撮ってるカメラ置いてあるからそれっぽいこと言ったら待ってたあうちで雑談してるだけだったらねえいや入りから回ってることを一瞬チラッと確認してよし始めようでオンになってるんだから深夜ラジオみたいな思い出したあれ行けよはい、ではまた次回お会いしましょう次回逮捕でさよなら